お名前を呼びいたしますので、壇上にお進みください。それでは、真岡市投票条例第2条、第3号、または第4号に該当し、市政の各分野において功労のあった方々です。はじめに、民生委員、児童委員の皆様です。民生委員、児童委員の皆様には、6名ずつ2回に分けてご登壇いただきたいと存じます。民生委員、児童委員を満12年務められました、岡部逸子様。はい。岩村智子様。はい。柳田様は都合により欠席でございます。村上優子様、小松崎恵子様、大村真一様、中川様は都合により欠席でございます。加藤茂子様、にわたり市民福祉の工場に尽力され、その功績は誠に顕著であります。よって真岡市表彰条例に基づき表彰します。平成26年10月1日真岡市長、ありがとうございます。表彰状、岩村の子供、表彰状、村上優子殿。表彰状、小松崎恵子殿。表彰状、大村真一の。表彰状、加藤茂子の。同じく民生委員、児童委員を満12年務められました、柳田敏子様、宍戸明様、稲見様は都合により欠席でございます。石川博美様、芝山武様、鈴木文子様、千葉節子様、
少将柳田敏子殿。表彰状、宍戸明君。表彰状、石川博美殿。柴山武史殿。表彰状鈴木文子殿。表彰状千葉節子殿。次に社会教育功労でございます。社会教育委員として満12年務められました細島雅子様。表彰状細島雅子殿。あなたは社会教育委員として多年にわたり社会教育の振興に尽力され、その功績は誠に顕著であります。よって文科省表彰条例に基づき表彰します。平成26年10月1日文科省。